どうも、コウズです、今回ですけども、今ね、末広町の駅にいます。はい、はい、秋葉原ね、歩行者天国やってまして、もうこういう風に大っぴらに歩ける状況ですね。今日は日曜日、12月17日ですが、AKB 48の劇場公演が当たってるので、まあ、秋葉原に来てます。はい、なんかもう月1当たればいいかなぐらい、マジでなんか当たんない。まあ俺送ってないかもしんない、言う前に。うん、今日はね、割とメンバーがいいのですよ。徳永レミタンの生誕祭に僕は別に推し登録をしてるわけでもなく当たってしまいました。レミタン推しの方が見てたら別に怒らないでください。メンバーいいです。村山ゆりさんいます。日曜の村山出演は熱いと、倍率が高いなんていう話もねあるみたいですけど、で徳永レミちゃんが出て、あと誰だ、田口真中、鈴木くるみ、橋本春奈、長野セリカあたりも出るな確か。あとは忘れた。あと山田京香ちゃん出てたね。あと、あと一人出てこない。申し訳ない。ちょっと待って。さすがに一人出てこないのは申し訳なさすぎるから。ちょっと調べるわ。あ、下を見るだ。下を見るだ。申し訳ない。なんか、全然俺、あれだよ。そんななんか、忘れっぽいわけじゃないんだけど。そう、だから結構メンバーいいです、今日。そう。だからね、楽しみなんですが、まあ、しかも僕の太陽公演なんで最高瀬取りなんですが、ピンポン玉チャレンジ。まあ、ちょっと、毎回その、まあ、1回あたりの上限、確か3回×3回。だから、9回やって、前回なんか9分の1惜しかったなぐらいのしかなかったんで、ちょっと今回はちょっと何ループかできたらやってみたいなというふうに思ってます。はい、そうだ。まあ、もし当たった時誰と取るねん問題はあるんだが、まあそれはちょっとおいおい考える。どのうち今日知られてる子ゼロだから、もうしょうがないんで。ただなんかピンポン玉チャレンジを複数やってどれだけ、まあ入ればいいけど、感触としてどうなのかっていう。輪投げの方がな、輪投げの方が頑張れ入れた感あったんだよな、マジで。ただあれ2連続成功の後の3投目のプレッシャー尋常じゃないからね。そう、もうピンポン玉はなんかもうなんかさ、無心でやればさ、でもできるじゃない。そうだから、まあちょっとそんな感じで、もうドンキ裏です。はい、ちょっと行ってきたいと思います。はい、じゃあ劇場上がっていきたいと思います。どれぐらい混んでんだろうね。ピンポン玉チャレンジをですね、1回上限がね3回までで、いや1500円分なんですよ。要は3球チャレンジかける3回分が上限だから、1回9球投げれるんですよ。でそれをかけ3やってきました。4500円分やってきたんですけど、まあ、結局ね、軍事士に聞いたんですけど、もうほぼ運ゲーだと。入る人は入るし、入んない人は入んないよね、みたいな。みたいな言ってて。で、これはもう9分の1、1球でも成功すれば OK っていうやつらしいんですが、まあ、やってみて、惜しかったのが、9、3、24、27回やって4、5回ぐらい。惜しいってなったのが、それぐらい。だからまあ、運ゲーだよね。
確率 10% 切る感じだよな。だからまあ何回もやってりゃどっかで入るんじゃねえのとは思ったけど、もうさすがにこれ切りないし、別に今日ね誰かどうしてもみたいな、どうしても撮りたいっていうメンバーもいなかったんで、まあまあいつもの3倍やったらレポ的にはもう十分でしょうということで諦め。ちなみになんか今回から誰と撮りたいですかみたいなのを写真購入のところで聞かれるようになってましたね。僕の場合ちょっとまだ決めかねてますっていう、まあ別にもう誰と撮ってもいいなぐらいだったんですけど、まあさすがに4500円で、フィンのノーチャンスでフィンという感じでした。はい、というわけで、入場まで待ちます。はい、というわけで熱心な客引きに寄せられて、アジアンダイニングで時間を潰した後ですね、もういよいよ劇場戻ろうというようなところなんですが、今日の、チケ版がですね、まあ、なんと末尾9 末尾9しんどい、これ天国か地獄かですよ、末尾9はね。というか30番台です。で、まあ、30番台自体はね俺来そうな気すんだよ。そうだから、でも20番台40番台てか40番台が先に来たら辛いね、末尾9はね、一人待ってればみたいな、それがあるから、その天国と地獄感を味わいながら皆さん、結果をお楽しみください。はい、というわけで次は、公演後の感想から入ると思いますので、ぜひお楽しみにと。はい、ちょうど今終わりまして、なんと一巡役あるんだよね。てか30番台やっぱ来るね。30、40、60あたりはやっぱ熱いゾーンだと俺勝手に思ってるわ。月パス当たったらもうそこしか買わないぐらい今俺の中ではめっちゃ抽選早い番号みたいなイメージあるわ。で、ただ末尾9って話したと思うんですけど、まあその通りで、センター最前は取れず、上手柱外1、の最前でした。一瞬ね、中央2列目センター2列目の柱うち1にしようかなとか思ったんだけど、いや、 やっぱり近さだなと思って、角度は甘んじて受け入れようというふうなところで、上手最前にしました。はい、で久々の僕の太陽公演、やっぱね体がね振りを覚えていますね。もう振りこびが完璧でしたね。メンバー超えたっつってそうで、徳永レミちゃん、めっちゃ古に B 公演で見た記憶以来の劇場公演での見た感じなんですけど、いいですね。なんか坂川ひゆかちゃんとも仲がいいというね話も聞くので、いやワンチャン握手券買おうかなぐらい、それぐらいちょっと印象が良くなったし、なぜかというと、そのなぜかというと、その生誕スピーチってあるじゃないですか。その生誕16歳のこれまで、しかもまだ17だからね。で17歳の1年はどうしたいですかみたいな。でやっぱチームメイトの活動休止がやっぱショックでしたと。でもうチーム8愛をねすげえ語っててさ、いや僕も相当なチーム8愛を持ってるんですけど、まあ、あんだけもう毎週外に出てたぐらいだからね、それはもう証明できるんだけど、でもさ、その一番後に入ったメンバーがそれほどこうチーム8愛をさ表現してくれるっていうのはでかいよね。なんて思った。その熱量に俺は感動した。そう、いやしかし急に寒いな。まあということで、まあ、非常にいい公演でしたね。村山由里さんがアイドル
なんて呼ばないでやってて、ね、レミタン17、村井メルさん26、27とかでしょ、救済札だからさ、おおと思いながら、でも遜色なかったからすげえ、遜色なかったのがすげえ、マジで。そうで、まあそんな感じかな。ハルピョンめっちゃレスくれた。めっちゃ評価上がった。最善であんだけレス上手にやれる子なかなかいないですよ。ハルピョンのレスは激動で体験すべし。あとなんだろ、下尾メンバー、下尾美優ちゃんもね、結構レスくれた気がする。レスくれた脳内。だ下尾橋本あたりはレス上手でしたね。で、レミタンもちょろちょろレスくれてたから、まあそれもあって僕は握手券を買おうかなという安易な考えに今至ってるわけですけど、非常に、やっぱ僕の太陽公演がいいんだな。次はちょっと知られてるメンバーがいるときに、ちょっと行きたいですけど、まあ日程的なところの方が優先されるので、知られてない子がいても送るかもしれません。はい、ただ多分これも年内ラストかな、多分時期的にも。まあそんな感じで、Vlog 終わりたいなというふうに思います。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。